どっちに住む？お金かバナナ飴か。お金でしょう、それは。マネー。はい、進みます。いっか、お金欲しいな。もう二言目にはそれですか。お、大魔王は相撲を追っているんですか？そうだよ。軽い。勇気あるのですね。えへへ。私も見習わないと。それだけ？それが言いたかっただけなの？どうした？褒めて褒めて。お、ほい、それじゃあ、頑張ろう。とりあえずあの時点でね、超絶周りは燃えてると思われる。手伝うね。お、いいぞ、いいぞ。処理。やっほー。何、山鉾が帰ってくるかどうかを試したかったんか。フィックルはレベルアップ。命の露を覚えた。倒れた仲間一人に命を吹き込む回復魔法。これはザオラル的な感じってことか。はい、ボーナス経験値を。上がらんかった、マジで。上がると思って渡したんやけど、ムプーさんに。ちょっとじゃダメだったか。なんてこったい。もちろん開けます。ゲーム券を3枚ゲット。さあ、ゴーゴー、いけいけ。はっはっ。ムプーさんが息切れしてきた。頑張って。頑張るんだ、プーさん。よーし。大丈夫？ふぅ。何が？そんな言うほどダメージ受けてないよ、何も。てか、この戦闘まだ始まったばっかりだから。みんな私にとてつもなく、優しくしてくれる。ありがたい。そして、お返しする私。お。はっしゃー。おいし、いいぞ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 。さっきからやっぱりね、こう、何かと、プーさんが。プーさんがいい感じにしてくれる。お？よっしゃー。オッケー。ああいう、分度器のやつってさ、学校の先生が持っとるよね、なんか知らんけど。でっかい授業で使う用の。ほい、プーさん、レベルアップ。ボーナス経験値プラス34。さあ、これは、はい、バンシーの波だ。おいしいもの食べたい。暗くなってきた。よし、でももうすぐ着くやろ。あ、まだ？まだ野宿なの？野宿って言うんかな、キャンプも。おしゃべりしたいな。まあ、野宿は野宿か、多分、その辺の定義がよくわからんけど。それでね、うんうん。誰もいない物陰から、聞こえたんだって。何が？同じこと言った。怖いよー。恨めしい声が。やめてー。僕の顔はどこ？やめてってば。怖すぎて怒ってきた。おしゃべりが盛り上がった。なんかめっちゃもう、怖すぎて怒りに変わるっていうね。どんだけなんだ。やがて夜が明けた。みんな外で寝たの？せっかくテントがあるのに。しんどい思いしただけじゃん。そして野宿からの宿屋。さっきあっこで休んだ必要性は一体どこに？お、好きレベルアップー。ちょっと気になる。二人はアピールを覚えた。いいところを見せたくていつもより頑張る。敵へのダメージアップ。よし、もちろん続けていきます。じゃあ、料理をお任せで、はい。4人でいただきます。お、いいぞ、いいぞ。
右二人がめっちゃ飛び上がった。ほい、それじゃあ。ゲームコーナーでルーレット。ファンシーアーマーが欲しいです。ファンシーアーマー、これは、プーさんってことかな？多分。ファンシーいいね。戦車だけどファンシーいいね。クソ、MP 飴1個か。なんてこったい。でも最近ちょっと MP 飴が、ね、なかったけん。それはそれでいいのかな。はい、そして、お小遣い。お、ドクロの弾。急激にちょっと怖い感じになってきたね。めっちゃ爆破されそう。自分たちまで巻き込まれそう。はい、それじゃあもう一人。お、めぐちゃんがセンス。黒金の扇めっちゃかっこいいやん。いいね、いいね、いいね。ほい、それじゃあ、出発しましょうか。はい、もちろんこのメンバーで。戦車の武器、弾を5種類集めよう、達成。姫の武器、扇を5種類集めよう、達成。もうそんなにいったのか。早いね、武器ゲットするの。あんまりレベルは上がってないような気がしないけどね。はい、それじゃあ、宝箱の方へ先に行きます。毎回毎回宝箱優先っていう。本当にエルフを助ける気があるんだろうか。お、なんか速攻やったね、開ける。420ゴールドゲット。お、結構太いぞ。いいぞ、いいぞ。さあ、ぐいぐい行きましょう。髪のセットバッチリ。なんか言うんやけどさ、お、これは、服じゃない？武器かもしれんけど。ウールのエプロンが入っていた。おー、あたし。はい。完璧サンタさん。いや、ピンクがいいような気がするんやけどなー。どうかなー。よし、ピンクで行きましょう。やっぱりね。あれ、待って、私違うボタン押したもしかして。B ボタンでも押したかな。でも開けたよね。着替えてはないってことか。怪物。これは一番最後のやつに怪物が入ってるっていうのは決まり？そういうわけではない。死神来てよ、死神。ちょ、待って。あー、ほらー、死神はダメなやつ。ダメなやつ。あ、新しい技、命の露。ありがとう、ビッコーちゃん。あゆな、起きてー。倒れたままか。お、新しい技。人間大砲。いっけい。着弾確認。怒られるよ。それ多分弱いと思う。ですよね。あ、危険、危険、危険。これだいぶ危険。ちょ、待って。とりあえず、回復薬が今いなくなっちゃったから。はい。アユナ復活。からの、さあ、三人とも頑張るよ。この子体力も結構多かったんかな。いけ！おー、よかった。ごめんね、フィッコーちゃんだけちょっと倒れてるけど。いや、命の振りかけがね、一個しかないやつやからね。お、よかった。でも、すぐに宿屋が見つかったけん、フィッコーちゃんもここで回復できるよ、ちゃんと。オッケー、オッケー。はい、それじゃあ、料理をあげましょうか。まずお任せで。あー、めぐちゃんだけ。めぐちゃんだけダメな結果になったけれど。はい、ゲームコーナーでルーレットを。スタート。さあ、来い。ボロボロの花が、ボロボロの花が来てください。どうや。お、MP 飴。
MP 飴一個。まあ、でも、今ね、MP 飴結構ちょっと枯渇してきてるけん。それも、助かる。はい、それじゃあ、お小遣い。お、めぐちゃん。刺繍のドレス、いいね。さあ、これで？なんかめっちゃ民族衣装っぽい感じやね。え、どうやるこれ。なんかどれもな、黄色かな？いや違う、ピンクだな、これは。ピンクでいきましょう。かわいい。さあみんなもういいんすか？旅立っていきますよ。はい。出発。プーさんだけ今めちゃくちゃシンプルな格好しとるけんさ、早くちょっと、新たに着替えが欲しいんですが。プーさんのお着替えが欲しいんですが。お、来た来た。回復料理。ちゃんとね。よし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 。いいよいいよ。これね、なに？フィッコーちゃんの命の露。あれがちゃんと起動、起動というか、あれがちゃんと、ね、使えてくれたら、死神相手でも全然いいんやけど。褒める。ほら、倒したよ。うん、すごいね。嬉しくて上機嫌になっちゃう。お、行きますわ。スラッシュ。頑張れ。弱い。フィッコーちゃんまだまだ弱い。おー、いいねいいね。着弾確認。ひどいよ。あ、勝てそう。どうした急に。どうしたの急に。な、何に目覚めたの。余裕だった。よっしゃ、レベルアップ。ピックルはレベルアップ。いいぞ、いいぞ。なんかスッて現れるけどさ、いつも。ポーズ？最後なんか、戦い終わってポーズ取るとこでは、妖精はいなくなるんよね。大魔王アスマはどこにいるんだろう。おそらく大魔王の城に。東の果て、火山の頂上に彼の城があるのです。火山？とても恐ろしいところだとか。それでもあなたは行くのですよね。行きますよ、もちろん。すごい勇気、分けてほしいです。なんなの？君は、そこまではついてこないの。どこまでなら来てくれるんだ？どっちに住む？お金か、バナナ飴か、お金でしょう、それは。マネー。マネー大事。やる気が？いや、出そう。やる気出そう。だってこっち、お金コースだから。はい、来た、金ぴょん。はい、来た来た来た。この子をやっつけていく。この子イコールお金だから。はい、いいね、いいね。行きますわ。私も手伝うよ。おぉ。お、いいぞ、いいぞ。痛い、大丈夫。大丈夫、ちょっと勢い余りすぎじゃない？楽勝だった。なんか足元すごいボコボコしとるな。なんなんやろ、あれ。ね、地面穴開いとるよね、いっぱい。お、花のレベルを5以上にしよう、達成。よしよし。そしてこれは大妖精。大妖精は一体どこで寝てるんだ。はい、それじゃちょっとまず料理。お任せでいきます。お、あー、ユナだけ。私だけがダメな感じに。くそう。はい、ゲームコーナーでルーレット。武器枯れ葉。これは、あれかな？花かな？花のフィッコーちゃんの武器かな？
おう、HP バナナ1本。HP バナナ1本ゲット。それじゃあ、はい、お小遣い。お、ファンシーアーマー買っておいで。まあ、やっぱね、一人だけこう可愛い格好じゃないっていうのはね、嫌よね。めっちゃ可愛い。超絶可愛いんだけど。いや、やばいやばいやばい、めっちゃ可愛いぞこれは。何がいい？ふわ。じゃ、このオレンジでいこう。いいね。いいね。あとの二人は、あっちの二人はなんか、飴のことしか考えてないから。ほい、それじゃあ出発しましょう。さあ、行くぜい。戦車の服、アーマーを5種類集めよう、達成。お、なんか、ここに扉がある。けど、扉に、あ、扉に向かっていく方の道もちゃんとあるのね。ここはなんか必要なんかな、開けるのに。なんか必要そうな気がする。何あの丸は。行き止まりか。壁に穴が開いてるけど。あ、さっきもらった石板。おー、いける。石板がはまった。はい、開いたー。やったー。先に進みましょう。お、行けてしまったよ、ここ。はい、宝箱。ゲットしていくー。行くかー。美味しいもの食べたい。私はいける。いけるはいけるやろうけどね。お、なんだなんだ。ゲーム券3枚、ありがたいです。速攻でなくなる券ありがたいよね。すがすがしい気分、急にどうした？逆にね。何の逆？疲れすぎてみたいな。よし、行け、マイペース。やる気。イエーイ。あっという間やった。汗かいちゃった。いや、まだまだ全然、こうね、汗をかく季節だなとは思う。働き寄ったりとかしても。お、大きいの来た。ピザの扇が入っていた。いいね、めぐちゃん。めっちゃ可愛い。食べ物系いいな。お、宿屋発見。はい、おはよう。続けましょう。お、なんか話しよるぞ。プレゼントを買ってきた。お、優しい。買いました。受け取って。メグはフィックルにプレゼントをあげた。もらっちゃう。もらっちゃう。お、マジで？これは、メグさんの絵っていうのは、メグさんが描かれた写真、絵ってこと？メグさんが描いた絵ってこと？おー。フィックルはまあまあ嬉しそう。自分が描いた絵やとして、すごいね。ちょっと気になる。二人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。はい、それじゃあ。違う違う違う。はい、ゲームコーナーでルーレットを。水玉のドレスが欲しいです。まあ、欲しいって言っても、私ではないけど。どうや。うおー。うおー、MP 飴。MP 飴率が高いな、今回後半。ほい、それじゃあ。さあ、お小遣いにしましょうか。どんだけ MP 飴欲しいんだ。はい、あゆな落書、あゆなじゃない。フィッコーちゃん落書きの花。もうちょっとしっかり書いてあげていただきたいわ。
かわいいけども、うん。さあ、ここは、どうしようかなぁ。紫良さげな感じやな。紫で行くわ。イェーイ、落書き。めっちゃ落書き、マジで。ほい、それじゃあ。それじゃあ、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、新しい仲間も増えて、これで最後の仲間やったよね。最後は、まあ、豪華な実況者さんグループということで、ワイワイやっていきたいと思います。